長野県寒川にある大正麺業にご飯を食べに行ってきました。餃子とチャーシュー丼の特盛りと冷やし味噌の特盛りをいただきました。いただきます。今回も店内に有線が流れとったので音は消します。箸が折れました。冷やし味噌は夏限定です。スープに豆乳が使われとってとってもクリーミーで美味しいです。お肉のそぼろときゅうりの細切りが乗ってます。麺は冷麺の麺ですね。細麺でちょっと歯ごたえがあって美味しいです。なんとね、ここで取れてなかったですもう冷やし味噌を食べてほしいのは一切なしです。チャーシュー丼からです。餃子も半分食べてます。食べ終わった冷やし味噌が前に置いてあります。すいません。チャーシュー丼はとっても美味しいです。この量はね、ちょっと特別に特盛りにしてもらってるんで、ちょっと確認しないと普通は作ってもらえるかどうかはわからないです。甘いタレがご飯にかかっとって、海苔とチャーシューがとっても刻み海苔とチャーシューとっても美味しいです。餃子もね、肉がぎっしり詰まってごちそうさまです。それではまたね。よかったらチャンネル登録お願いします。